学卒業後、J リーグの方に、練習参加テストを受けたんですけど、なかなか決まらず、卒業後は社会人の方でサッカーやってました。で、そこでの給与は、なくて、生活のほとんどをアルバイトで生活するような、日々を過ごしていたんですけど、サッカーに打ち込むっていうより、アルバイトに打ち込むような日々で、何か環境を変えたいって思った時に、海外に挑戦したいっていう気持ちが、突然生まれました。で、そこから、海外に挑戦しようと思って、飛び立ちました。サッカー選手として、続けられるところまで続けたいと思っています。その中で、サッカー選手としても、人としても、周りの人に良い影響を与えられるような人間になっていきたいなと思っています。オフの日は基本的に、体を休めることに、重点を置いて生活しています。その中で、マッサージに行ったり、今住んでるとこにプールや、サウナ、お風呂などがあるので、そこでしっかり疲れを取るように心がけて生活しています。僕たち日本人が、海外でプレーするっていう意味は、助っ人外国人としてプレーするんですけど、その中で外国人としてプレーしているのに、試合に絡めないシーズンだったりっていうのはすごく、大変だったというか辛い、厳しい感じにはなりました。一番思い出になっているシーズンは、2019年、タイでプレーした時なんですけど、その当時タイ3部リーグに所属していました。その時に最終戦2部に昇格を決める大事な試合でベンチスタートだったんですけど、途中から試合に出場しダメ押しのゴールを観客満員の中で、ゴール決められたってことはすごい一番印象に残っている、シーズンとなりました。僕の特徴ストロングポイントは、ゴール前ですね。ペナルティエリアの中で、どのように仕事をするかっていうのが、僕の特徴でもあります。その中で、結果ゴールに結びつくようなプレーが僕の一番のストロングポイントです。気持ちの部分では、矢印は常に自分に向けるようにしています。本当に海外に出て理不尽なことが多々ある中で、やっぱり誰かのせいにするんじゃなくて、常に自分に矢印を向けて、生活プレーするようにしています。アジアの一番大きな大会、アジアチャンピオンズリーグに出場して、J リーグのチームを倒すことが、今の一番の目標でもあります。僕の中ではコミュニケーションっていうのはすごく大事になってくると思います。プレーする時も、生活面でもで、何より言語かなっていうのは僕自身すごく感じています。選手とどうやってコミュニケーションを取るかっていうのはやっぱどうしても言語が大事になってくるんで、そこは身につけた方がいいんじゃないかなと思います。今現在すごく厳しい状況ではあります。ただ、全然まだまだ優勝できるチャンスは、残っているので、まずは優勝を目指して、頑張っていきたいと思います。で、個人としては、得点ランキングトップに立つことを目標として、日々頑張っています。今まで一人では、サッカーを続けてこれなかったと本当に強く思っています。その中で、支えてくれている人たちがたくさんいるってことは、僕の励みにもなってますし、ものすごいパワーになっています。その人たちにも、しっかり応えられるように、日々全力で、戦っていきますので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。